アメリカ陸軍の中心的価値観レドシップとは、アメリカ陸軍がその中心に据える、基本的価値観を表すアクロニムである、リーダーシップとも読む。新兵は、基礎戦闘訓練で一家の価値観を学ぶ。ロイヤルティ、合衆国憲法、陸軍、所属部隊、他の軍人に対して、真の真偽と忠誠を守ることデューティ義務を遂行することリスペクト、 人々を適切に扱うことセルフレスサービス。己よりも国家、陸軍、部下の幸福を優先することをなあ、陸軍のすべての価値観に従って行動すること、インテグリティ、正しいことを合法活動道特的に行うこと、パーソナルカーレッジ、不安、危険、苦境に立ち向かうこと、ありがとうございます。